2024年10月31日のニュースで、30日のニュースです。ですね、高知県の小学校教員採用試験。びっくりしましたね。208人中、204人が辞退。何やこれって話ですよね。何これ。びっくりしました。24人の間違いだと俺思ったよ。280人中204人が採用されたっていうのは、辞退しなかったと。ね、で76人が辞退というのでは、かなと、それでもすごいことだけどね。なんやこれですよね。なんやこれっていう話ですよ。高知県教育委員会は高知大の教育学部生にね、教員のね、仕事の魅力を伝えるって言ってますけどね。だけど、地元の大学生ってさ、状況をよく知ってるから辞退するんじゃないの。ね。地元の大学生でね、そういうこと大学1年生だったらね、7年前まで小学生だった人たちですよ。弟や妹がね、まだ小学生っていうケースもあるですよ、当然。ね。状況をよく知ってるからね、辞退するんじゃないの。ね。下手な大人よりよっぽどね、大学生の方がよく知ってますよ、状況は。だから辞退するんじゃないの。そう、現場の状況を改善することは大事じゃない。ね。これはさ、教育委員会だけでなくね、国としても対応すべき課題ですよ。まあ、状況っていうのはね、まあ、高校も含めてですよ。県教育が関与するのは高校もそうですからね。それはね、小学校だけでなく、中学校、高校まで含めてね、学校の先生っていうね、公立学校の先生っていうね、ものの状況をよく知ってるから辞退するんじゃないの。ね。ね、魅力を伝えるって言ったって見透かされるだけだよ、そんな。ね。もう魅力を伝えるって言って。ね。ね、もう、とにかくボロボロなんだから、現場。ね。その現場の状況を改善するとね、思い切ってやっぱ人を増員するとかね。ね。新しい仕事ばっかり増やさないでね。やっぱり、ね、減らすべきところは減らしていくとか、これしていかねえと、俺はもうね、バンバン、もうね、学校の先生が辞めていくどころか、新しい先生もいない。じゃあ、新しい先生になかったらどうするかって言ったら、じゃあね、60歳になった先生をね、今頃65歳かなった先生をね、じゃあ定年を延長する。で、定年延長してどうするの？ね、定年延長したってさ、ダメですよ、そんなの。ね。定年延長の場合ね、じゃあ6割、7割の給料で働かされるわけですよ。ね。同じ仕事を6割、7割ね、あんなきつい仕事をね、させられたら誰もやりませんよね。いろんな県でね、やっぱりもうね、再任用をね、拒否するっていう先生がものすごい増えてるんだよね。で、もう同じようなことがね、別に高知のことをね、笑ってる場合じゃなくて、広島で起きたってね、不思議じゃないですよ。ね。それこそ、平川教育、前教育長以来の、ね、その改革路線、負担かかってますからね。これまでもね、散々いろんな政党や団体などもね、それなりの提言をしてる、事態の改善を受けて。だけど結局ね、国がそれらを、ね、十分に実施していない。これがあってね、その延長線上ね、ご覧の惨状があるんですよ。ね、国はね、金をけちらずね、きちっと予算を投入するべきだ。ね、積極財政をこういうところにすべきすればいいんですよ。ね、ということですよ。ね、本当にアホかって話だよ。いや、教育長に、ね、アホかって言ったら失礼になるけどね。国がアホですよ、これは。ね、魅力をね、発信する場合に受けたって、ね、いや、それはね、そうしか言えないんだろうね、教育長としてはね。やっぱり本当は国によるね、抜本的なね、予算の投入にしていかにはね、もう教育現場崩壊してしまう。やっぱりね、高知の教育、広島の教育、ね、やっぱりね、ちゃんとお金をね、やらにはね、やっぱりね、もう用を守らんのですよ。そのことをね、申し上げまして、それでね、皆さんと一緒にね、教育の再生、広島の教育、日本の教育、ね、正常化へ、ぜひ皆さんと一緒に、頑張っていきたいと思います。それでは皆さんね、最後までご視聴ご清聴ありがとうございます。